はい、おでげんチャンネルです。ついに来たで。今日は焼肉食べるで。もうこの上にこの見えてるやつ見てみて。この霜降りの和牛今日は行きますぜ。こんないいお肉食べるのもう久々なんで、今日もめっちゃ楽しみにしています。今日ご紹介するのは藍住町にあります炙り屋ビスさんです。阿波牛の藤原さんのお肉を使っていますので、もう間違いないですね。そんな炙り屋ビスさん今日はご紹介したいと思います。店を入ってすぐにこのもう肉の塊がもうこれもうたまらんな。もうこれは最高やん。すごい。この美味しそうなお肉見たらほんまもう早う食べたでしゃあないですね。ほな焼肉食べに入店します。はい、ということで炙り屋ビスさんのこのメニュー表見てみてください。めっちゃ美味しそうでしょ。もうメニュー表からこのなんか焼肉の匂いが匂ってきたわ。ということでちょっとメニュー見てみます。すみません、お店で、人気のメニューとかってありますかね。そうですね、皆さんご注文されるのはやっぱりカルビ、ハラミ、塩タン、このあたりは王道ですね。ご飯が進みます。茶碗に2杯も3杯も食べれますよね。食べられますね、皆さん。絵に描いてる、英語の BMS っていうのは何でしょうか。これ A3、A4、英語っていうのが分かるんですけど、この後のってこれね、ナンバーって書いてあるんですが、そうなんです、はい、ここでも英語って8から12まで番号がありまして、うちはその中でも10から12が一番上のお肉しか使ってないんですよ。英語アップってうちでは呼んでます。なんかめっちゃかっこいいですね。ほなすみません、1名でお願いします。どうぞ。うわ、めっちゃええ雰囲気ですね。さっきちょっと見ていてこの中トロカルビがもうめっちゃ美味しそうやなと思ったんです。なので今日はねこの中トロカルビ食べようと思います。中トロカルビ1つお願いします。これもさっき言ってたこの英語アップになるんですね。はい、そうです。もうめっちゃ美味しそうですね。それと何頼むかな。この特上ロース食べましょうか。はい、それと生1つお願いします。炙り屋ビスさんのお肉ほんまめっちゃ美味しそうですね。ほんとこの分厚くて霜降りがもうものすごいですね。はい、すみません、ありがとうございます。沖縄ビールお待たせいたしました。あ、来たやつをこう取ったらいいって感じなんですよね。炙り屋ビスさんの名物配膳ロボットアブリン、はい。ちなみに性別あるんですかね。アブリン君なんですかね。アブリンちゃんなんですよね。あ、そうですね。顔が結構女の子なんでアブリンちゃんですね。はい、アブリンちゃんが持ってきてくれました。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、アブリンちゃんごめんね。アブリンちゃんありがとう。はい、ということで、中トロカルビと、特上ロースをアブリンちゃん持ってきてくれました。うわー、これはめちゃくちゃ肉厚で美味しそうやな。早速いただいていこうと思います。それでは皆さんお疲れ様です。乾杯。
本当美味しそうですね。めちゃくちゃ美味しそうなお肉です。これはすごい、ほんととろけていますね。炙り矢水さんのお肉ほんま最高やな。めっちゃうまいわ。うん、いやほんと美味しい。ね、この何て言うんだろう、この、だいたいこう初めの一口ってうおうまいとかも思うんですけど、二切れ目も三切れ目も絶対にうまいやつ。そんなお肉です。ほんまうまい。お肉で飲むビールはほんま最高やな。もう格別にうまいです。すみません、ご飯の賞、お願いできますか。かしこまりました。お待ちください。皆さんお待たせしました。ご飯の賞になります。はい、ありがとうございます。ご飯注文したし、いつも家で食べてるみたいに、ちょっと行きましょうか。これで食べるのが一番うまいからね。めっちゃうまい。でまたご飯によく合う絶品ですね。タレをねいっぱいつけてご飯の上にダイブして、これね一口でいきますよ。うん、おお、脂身の甘みとお肉が持つうまみ、これは本当美味しいわ。うん、いいお肉やから一つ一つ大事に育てて焼きましょうか。おお、この分厚い、むちゃくちゃ分厚いですね。感じ。特上ロースもええ感じに育ってきたね。油でバチバチ言うてんね。これ、これだ、いただいていきましょうか。まずはね、この塩で、
岩塩でねいただきたいと思います。お肉はうまっ、柔らかー、ほんと美味しいわ。岩塩をかけることによって、肉のうまみと甘みがねぶわーっとね表に出てくる感じですね。ほんと上品な脂、めっちゃ美味しい。贅沢にご飯の上にダイブしてみましょうか。この焼き目もたまりませんね。あ、とろける。アブリアビスさんの、この牛肉ね、食べ進めていっても、もたれない。もう本当に上品な脂ですね。こだわりとね、お肉に対する愛情を感じますね。シャキシャキパリパリ、あっという間に最後の一切れになってしまいました。名残惜しいんですけど、最後の一切れも食べたいと思います。すみません、このアブリアの、塩味のとですね、石焼きビビンバお願いします。すみません、ちょっと今気づいたんですけど、テーブルに置いているこちらのタッチパネルでも注文いけるってことですよね。はい、そうです。どちらでも注文 OK ということで、すみません、今頃気づきました。すみません、ありがとうございます。アブリンちゃんの音聞こえていたね。お待たせしました。はい、アブリンちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで、塩味の到着しました。めっちゃ美味しそうです。これ旨味が詰まってますね。ほんと美味しいですね。ビビンバもいい感じですね。焦げ目がもう最高です。お、この皆さん見てみてください、この焦げ目が何とも言えんでしょう。今まで食べた中でこれはほんと指折りのうまさですね。うん、この質のお肉を、この価格で提供してくれていますので、本格的な焼肉食べたいなという時はおってつけの店であります。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。
はい、ということでね、炙り屋光さんのお肉めっちゃ美味しかったです。もうほんまほっぺたごちそうになりましたね。動画いいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それじゃバイバイ。肉質もめっちゃいいし、この価格で提供してるっていうのがほんとすごいなと思って思いますね。ごちそうさまでした。